果たしてパネハ渡るのか。内藤がマイクを握りました。ロスインゴベルナブレスでハポンを応援してくださる両国のお客様、そして新日本プロレスワールドを通じて日本中のお客様、世界中のお客様、いよいよ皆様に新たなるパレハを紹介する時がやってまいりました。大歓声に包まれます。その彼、実はもうリングサイドまで来てるかもしれませんよ。何？いよいよ復帰を決意されたミラノコネクション AD 選手。なんということか、ミラノさん、ミラノさん、ミラノさんなんですか。ミラノコールです。いや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 、なわけないでしょ。両国のお客さんからミラノコール。違うぞ、俺じゃないぞ。勘弁してくれや。ん？ではでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。いや、びっくりしました。ふざけんな、俺も一番びっくりした。ダブルスでハンボン、新たなるパレハの入場です。一瞬どよめいた放送席です。ミラノさんの心拍数が上がっています。じらしにじらした内藤哲也、ついに、ついに姿を見せます。新たなパレハは誰なのか。インターネット上ではさまざまな憶測が飛んでいました。さまざまな名前が上がる中で、いよいよ、いよいよ登場してまいります。ザ・ドラゴンと、ザ・ドラゴンと大型ビジョンにその文字が映し出されました。騒然とする場内、来ました、来ました。マスクをかぶった X、 この男こそが新たなパレハ。およそ2年ぶりの新メンバー投入、山が動く、風が吹く、何か久しぶりな気がします。会場のファンも視聴者も放送席でさえも内藤哲也の手のひらの上で踊らされています。このマスクの下、果たしてパレハは誰なんだ。誰だ。内藤が演じるこのスリルを前に、トランキーロじゃいられない。誰なんだ。ロスインゴベルナブレスでハポン、内藤、真田、武士、3人が待ち受けるリング上。かなり上半身鍛えられてますね。相当に絞られた肉体が見えてきます。ロスインゴベルナブレスでハポンのオーバージャージ、パーカーを羽織っての入場。シルバーマスクの下の表情は一向に想像しうることができません。ゆっくりと階段を上るエプロンサイドまで来た。さあ、内藤が松本へゆっくりと歩を進めて、今リング上セルリアンブルーを踏みしめる。果たしてパレハは誰なんだ。同じく青コーナー、ザ・ドラゴン。マスクを脱いだ高木慎吾。高木慎吾だ。ドラゴン高木慎吾、ザ・ドラゴン、その名の通りドラゴンゲートを退団したばかりの高木慎吾、ロス・インド・ベルナブレスに新加入。ここね、ここ両国でね、
俺たちは帰ってきたんですよ。ここ両国でね、3K をね、世界一のチームにするって誓ったんですよ。このままね、負けて終わらなきゃいけないです。あるでしょう、ジュニアタッグリーグ。いい風吹かせますよ。完全ネクストいきますよ。だからね、でっかい声で言ってやります。しゃあ、いいじゃん、すったい。もういいんじゃない、ロスイングベルナブレス。相変わらず強いし、勢いもあるね。ただね、もうたくさんロスイングベルナブレスは味わったからね。俺が求めてる刺激じゃない。まあ、正直、俺が求めた刺激が現時点では何かわからない、こうやって何も持ってない状況で両国に、10月の両国に来ることなんて初めてだからね、まあ、その中でもしっかり新たな刺激を求めてやっていきたいと思います。皆様のパレハの予想は当たりましたか？まあ当たった方も外れた方もみんないろいろな予想をして楽しんだわけでしょ。プロレスファンにとって一番贅沢な時間だよ。その時間を提供したのは一体誰ですか？我々ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンでしょう。まあ皆様、彼の声を聞きたいでしょ。彼の考えをこの場で彼の声で聞きたいでしょ。しょうがないな、ちょっとだけだよ、ポッキートだよ。彼の声をじっくり聞いてくださいよ。これが高木慎吾が出した答えだ。うん、まあ、俺も内藤のおかげで一歩踏み出す勇気をもらったよ。うん、面白くなるな、おい、これからおいプロレス界。内藤が言うように確かに俺は環境を変えるというリスクはあるかもしれんが、おい、ハイリスク入りたんだよ。リスクがなければ大きな成功はない。まあそういった利害が一致したということだ。まあ、俺はこれからも変わらず我が道を突き進むだけだから目離すんだよ。今来た？今日の結果、そして会場の反応が全てだったんじゃないの？この先新日本のスケジュールにあるスーパージュニアタッグリーグ、そこにロス・インゴ・ベルナブレス・ハポン、武士、高木慎吾、エントリーさせてもらおうか。言っておくけど、ヒロムの代わりじゃないから。ヒロムとは違う、新しい刺激を与えてやるよ。まあ、そのタッグリーグで俺らと当たるの楽しみにしておけよ。エンセリオ・マジ・デ・